も皆さんこんにちは。今日はこのクソゲーをプレイしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは始まりの街で装備でも揃えましょうか。でも物価が高すぎて買い物さえままならない。金を稼ぐため適当エンカウントすりゃ体力がなさすぎて一発狙えば即ピンピン沈めるな。どうしようでサボめきさえ倒せぬけど落ちてついて見てくなんてじゃあ人に話を聞こうと勢いよと近づいたら、みんな自分を避けて話なんて聞けやしない。イベント多すぎてフラグ怪獣ディスって月の神秘手積み序盤で早くもつなつなシナリオを嘘しようで超限界ばかりだけど男いって立ち止まってじゃあ進めない。あもう疲れたな、リセットボタンもそうかな。でもささやかなお金もくだらないアイテムも膨大な船に時間もなくしてしまうけど、闇の中で辛いんだとじっとプレイしてるんだよ。僕の声を聞いておくれ。この世界はどうしようで普通に弁当ばかりだけど手こたれて薄くなんてじゃあ進めない。僕の日々はどうしようで思い通りにいかないけどハッピーエンド迎えるまで進んでく。どうしてこんなゲームに待ちになっているんだろう。まあいい、明日も頑張りますか。よろしくお願いいたします。